Our regional cuisines. Cuisines that make the best use of distinctive local ingredients from every region of Japan and prepared in a way that is suited to the climate and customs. This is traditional Japanese cuisines. こんにちは、金茶流の柳原直之です。金茶流はですね、江戸時代から代々引き継がれてきた日本料理の伝統技術を伝えている流派です。今回は数あるこの日本の伝統的料理の中から地域に根ざした郷土料理を紹介します。そして今回紹介するのは宮崎県の郷土料理納豆腐を紹介します。 Shiba Village, Miyazaki Prefecture is located in the Kyushu region of southern Japan. This place also has regional cuisine with a dish considered rare even from a national perspective, 納豆腐. A popular food item in Japan, tofu with vegetables mixed inIt is said to have originated at a time when soybeans were valuable. In order to conserve soybeans, greens were mixed in. There is no fixed ingredient list, but rather a mixture of seasonal vegetables, which not only enhances the taste and nutritional value, but also gives this regional dish an attractive color. それでは早速、納豆腐を作っていきましょう。材料はこちらです。まず豆腐の中に入る具材を作ります。人参はまあ4センチぐらいですかね、ぐらいの長さに切ります。切った人参は柔らかくなるまで茹でてください。はい、じゃあそろそろだと思います。柔らかくなりました。そしたらこうザルに開けて水気を切っておきましょう。もうみんな大好き枝豆ですね。もうポロンポロンと豆だけにしていきましょう。これで中に入る具の準備はできました。それでは納豆腐自体をこう仕上げていきましょう。こう鍋にもう豆乳が入っています。そして弱火でね、どん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 温度を上げてるんですけども、ここで目標は75度、75度というのがポイントになります。外側に少しこう泡が、小さい泡がふわふわふわって出てきますから、そしたらそこに水気を切った野菜を入れます。あー、みつばのいい香り。はい、温度がちょうどよくなったらここでにがりを入れます。こう全体的にね、軽く混ぜてください。混ぜたらこれであとは蓋をして、そしてこのまま10分から15分静かに置いておきます。でもしね、10分15分しても固まらない場合には、ちょっとにがりが少ない場合があるので、にがりをもう少し足してもう一度軽く温めてから蓋をしておくとちょうどいいと思います。はい、時間がなってどうでしょう、固まってきたかな。お、ほら見て、わかる、ちょっと全体的にこう固まってるのがわかるでしょうか。そしたらちょっと薄めの布巾を用意してください。でボウルとザル入れて、布巾をこうして水気を絞れるようにします。キャンディー状にして軽く、ここでは静かに静かに水気を切っていってください。そしたらこういった型ですね、こういったものを用意してください。そしたらこのある程度水気を絞ったものを中に入れて成形していきます。はい、このままですね、ちょっと冷やして冷蔵庫で入れても大丈夫です。15分ほどしっかりと固めてください。柚子ですね、柚子はこう下から皮だけをこう取っていきます。あ、いい香りだねこれね。
まず味噌です。これは普通のお味噌を使ってください。艶が出てきたらじゃあここでもう仕上げていきますね。残りのお酒を入れる。そして柚子、この香りを入れた味噌っていうのはもう最高にこの納豆腐と相性がいいですからね。冷蔵庫でこうしっかりと固めた納豆腐がもうできています。そしたらこれをよし取り出します。お、見てください、こんな感じでねしっかりともできてますね。そしたらもうあとは、はい、この柚子味噌作りましたからね、柚子味噌をこれで納豆腐の完成です。それではいただきます。味噌つけていただきます。うん、普通豆腐っていうと真っ白い、ね、イメージがありますけど、その中に人参とかこういった葉っぱとか豆が入って色とりどりになってるんで、またちょっと違った風情の美味しさですよね。野菜のみのね精進料理ですけども、これは古くから日本人が食べてきた料理なんですね。健康とあと伝統とこう両方合わせ持ったね料理というのはたくさんありますからね、作ってみてください。